皆さんこんにちは、なぎさです。さあ今回は10日名義を使っていきます。スキルがコブという新スキルで、相手のデバフ威圧の効果を無視して火力を出すことができる竜駒待望のスキルになっています。名義自体の火力はそんなにないんですが、 1.4 倍リーダーからの1枚返しで4500です。バハムートが 5247.9、 リューフェリが5180なのでだいぶ控えめな感じですかね。ではどれくらいのデバフ威圧が入るとメインの方が強くなるんでしょうか。バハムートで比較していきます。まずはデバフの方から。ブレストの最低デバフが 14% なので、その値で考えてみてもすでにメインの火力と並んでしまっていますね。なので永続の A ゴマデバフを打たれたら、ほぼほぼメインの方が火力が出ることになります。神端でよく使われるブライダル・ウンディーネではまだ差は少ないものの、 40% デバフになるとさすがにガクッと落ちてしまいますね。次に威圧です。200威圧のアベルではまだバハムートが勝っているものの、それ以上の威圧ではメインに軍配が上がります。テュポンを打たれるとその差は約1000ダメージほど。ラニ極限の代名詞とも言えるテュポンベルーガに至っては2500の差が出てしまいます。このことからもデバフ威圧が竜にとって厳しいということが分かりますよね。貫通と違ってまだ防御に関しては突破できないんですが、今までデバフを打たれて負けてしまった試合を覆す可能性を秘めています。そしてコンボスキルは 1.7 倍バフの貫通を付与してくれる便利な性能。ティルートやエルケスはもちろん、エンデガにも貫通を持たせることができます。デッキ編成はテュポンとアベルの極炎が入っているタイプのラニ竜ですね。まあ、正直アベルの枠は迷ったんですが、一応オーラした剣極炎要因で入れています。チャンスがあればテュポンと組み合わせて大火炎を狙っていきます。流れとしては相手の手駒ロックに気をつけながら X 値をガンガン決めていって、防御シールドはバハムートで貫通、デバフ威圧はメインのコブで突破のガチ両刀でぶちかましていきます。それでは前置きはこれくらいにして早速バトルへ行きます。さあ相手はラニリーダーミラーマッチになっていく、まあ、結構この人ラニが多いですね。さあこちらが先手番で、なるほど、結構手駒強いな。初手アイドルエンデが地手何かしら打ってて、辺置きにブレストソーディアまで見えている。で相手の方が HP 高いか、どうですかね。S ゴマに、まあ竜アタッカーバハムートメイちゃん入ってたとして、残り1枚がもしかしたらビーナスとかかな。で相手はエンデガを捨ててきた。こっちのエンデガ、なるほど、じゃあこっちもちょっとエンデガ捨てましょうか。ちょっとエンデガ捨て祭りになってますねこれ。エンデガが3枚揃っていく。さあこれちょっと時空の歪みがいろいろと時空の歪み発生してますね。あえてロック OK、 このタイミングのロックはまあ十中八九ブレスト出るかな、どうかな。OKOK。さあ手駒は非常に凶悪になってますね。さあブレスドしっかりと辺置きしていって、あ、なるほど、相手あれかな、ラニー、バハムートメイちゃん、ビーナスの可能性出てきましたね。僕よりも HP 高いんで、多分 S ゴマ1枚なんか入ってますね、紙が。で相手がこれ X に来るかどうか、あー若干悩んで、そこか、なんだろう、まあ一応貫通しとくか。あー OKOK。 ここのタイミングでしっ、いや待てよ、これバハムート打つか、いや待てよ、ちょっと待て、これバハムート打って E の4に守護者ありだな。むずいな、でもいや待てよ、ちょこうバハムート打ちます。あーまだ反応しない。で次守護者を E の4に置いてですね、コンボスキルバハムートは HP 減少するほどなんで、まあ、でも次な、何引くかによるんだよな。なんか次引く、おっと、なるほど、相手極炎でいなしてきた。なるほど、それで HP 高いのか。なるほどですね。で、エルケス来た。じゃ、真の英雄の力を見せつけるために、ここは守護者でがっつりとコンボ動線組んどいて、ただ、ここでビーナスを E の、D の2に打たれてまずいか。で、あとは、ここの火力なんだよな。メイちゃんの火力が 0.、こうなって 1.2 の2。あー、まあ、なるほど、相手エルケス使ってきた。エルケスのコンボスキルそこまで強くないんで、もうここめいっちゃ、待てよ。てかさっきから待てよしか言ってないんですけど、めいちゃん打つか、めいちゃんをどのように打っていくか迷いますね。エルケスな、二枚返しな、まあ、火力出せるうちに火力出しておきましょうか。どうかな、これ耐えんのかな。まあ、エルケスのコンボスキル 1.6 倍の2枚返しなんで、乱体とか余計に光らなければいいんですけど、OK、乱体も引いていない。ということは、エンデガでも耐えたのでは、バハムート来ますけど、それはさすがに耐えますよね。OK。よし、これメイちゃんの強さ出ましたね。よしよしよし。一応罠も確認しておきますか。なんですかね。しかもね、これメイちゃん貫通スキルも持ってますからね。
さあ、エルケスでぶっ破していく対戦。ありがとうございました。さあ、貫通不要。ああ、罠は特に。返し罠とか、ボイスもしなかったんで。なんですかね、まあ、リリティエとかかな。対戦、ありがとうございました。さあ、相手、なるほど、ルシファーリーダーか。なるほど、ていうか、これ、KJ さんじゃないですか。まさかの KJ さんとマッチングしていく。まあ、ショーテティルとかでいきましょうかね。これ、どうなんだろう。よろしくお願いします。どうですかね、ルシファーリーダーなんだ。倒せんのかな、これ。で、相手は、マジで。すげえキャラクター入ってんな。これ、X1 するか。アベリングか。なるほどですね。ちょっと X1 してみましょうか。あんまりルシファーも変置きされたくないんで、ちょこ X1しといて、まあ、2枚返し、なるほどですね。宮妻、結構デバフ入ってんのかな。さあ、じゃあ、テュポンを打ちましょうか。テュポンを打って、大火炎生成しといて、で、相手がこれを見て、アベルを取ってくるかどうかですよね。そこがね、気になるポイントではありますけど。どう来る？まあ、それか落ち着いて D の6にルシファー設置するとかですけど、どうですかね。さあ、結構タクがありますよ、ここは。まあ、さすがに普通に切った。さあ、裏与えて、で、火炎与えて、アイドルエンデか。さあ、どうしましょうかね。アイドルエンデが早めに打っときますか。火炎ダメージもせっかくあるんだよな。まあ普通にこっち行きましょうかね。だから火力としては微妙で、もう一発ね、裏の火炎入るんで、で、どこ来るかな、これ。まあ普通に B の4とかですかね。B の4の場合はもう一回 X こっち切って、なるほど、そう来るか。なるほど、なるほど。で、火炎与えて、で、こっち火炎なくなった。火炎がお亡くなりになって、いや、待てよ。ちょっとこれむずいな。こうしてみましょうか。こっちのオーラでも、ロック使ってもね、しっかりと、下が持ってるんで、あ、マジで攻撃してくる。それは、若干の予想外。若干の予想外入りましたが、いや、だ、吸収強えな。さあ、どうだ。HP はなんだかんだ同じぐらいになっていく。真の永遠の力見せつけたいんですけど、まあ、強固から打ちましょうか。さあ、殴っていって、さあ、ここ勇敢に飛び乗っていって、さあ、相手ね、ルシファー置かれましたけど、それ突破できんのかな？メイちゃん引ければ最高ですけど。どうだ？まだこちらの HP は15000強ある。なるほど。さあ、どうだ？割と、やばいか？一応生きてはいる。おきくるみね。さあ、どうかな？飛ばせるかな？ 1.2 の 1.7 の 2.6。あ、いきますね。よし。これはエルケスで飛ばしていきましょうか。対戦、ありがとうございました。火炎が強かったですね。さあ、相手は、なるほど、デネブリーダー、速攻ですね。さあ、なるほど、HP が上がってる補正で、これ2万、ちょっとしかないんで、テュポンはまずいないですね。ただ、ルルディオが入ってる可能性あるんで、そこは気をつけたいですね。こっちの、テュポンとか止められちゃうんで、そこだな、警戒は。で、相手 X に何を打ってくるか。両毛だとまずいですけど。両毛来ちゃった。噂をしたら両毛来ちゃうんですよね。これどうしよっかな。メイちゃん切ったっけ。じゃあもう殴ってくか、これ。待てよ。殴るか？焦るな。いや、でもこれ、普通にデネブ、オーラはまだ、乱体ないですけど。いや、もうこれ殴っちゃった方がいいな。これでいきます。ここで空海打っといて、まあさすがに両毛のバフプラスコンボスキル、まあ、受けらんないんで、こういきますけど。カーンライズ打ってきた。これ、マロニーとか来んのかな？どうですかね？一応、ティルートから入って、メイちゃんで飛ばす構えを見、おっと。これは、ちょっと待ってくださいね。どうだ？飛ばせんのか？ちょっと飛ばないか。であれば、まあ、とりあえずティルーティングから入ってはいくんですけど、で、相手はここでマロニー打ってきて、ティリュートのコンボスキル封じたとしても、こっち次のターン、ブレスドを打つことによって、そういう感じですか。これ、ランタン引ければメイちゃんでいきますけど、どうかな。なるほど、ラフィリス。まあ、さすがにこれは無理なんで、まあ、もう一回計算するか、ちょっと待ってください。1.8 の 1.8 ですよね。飛ばないんで、ここはブレスド安定。
で、こっちの HP17,600 あればさすがに大丈夫だと思いたいですけど、ランタイは、あ、ランタイ引かれてしまう。これは S5 マだと分かんなくなったな。オッケー、ファイヤードレイクであれば。これどうだったか、 S5 マでもギリギリ耐えたか。ちょっと S5 だと分かんないな。で、こっちもランタイ引いてきて、これがっつりとメイちゃん使っていく対戦。ありがとうございました。さあ、いいから食う。さて、どうだったでしょうか。10日目、非常に使いやすかったです。まだコブの希少性が高く、初手ジェニーのように気軽には打てないんですが、それも今だけだと思います。貫通が登場した時も、ここぞという場面まで温存しておく感じだったので、コブスキルも徐々に増えていけば、初手銘打ちとかの時代も来るかもしれませんね。今後は英語マのコブスキル持ちが気になるところです。おそらく強語マか即モーコレあたりで登場するんじゃないでしょうか。即モーコレに関してはそんなに人気がないと思うので、ここに追加する可能性はありますね。まあ、なんだったら S は即モーコレで、A は強語マという説がありますかね。あとはコブスキルも竜語マ専用ではないっぽいので、神や魔、特にマナグリに入ってくるようなコブスキル持ちが来るとまた面白くなるんじゃないでしょうか。スキルでコブをし、コンボスキルで仲間をコブする10日目、一度お試しあれ。それでは今回はこの辺りで失礼します。ではでは。